を比べてみまして、いや、なんだか他人のようなね、自分の息子を見てるような気合いたくなって。10年前はすごく誠さんカットでね、可愛かった。可愛かったって今その前言ったらしいんだ。おにぎり頭だったんでしょう。とにかくですね、そうですね、はい、はい、今日はもう喧嘩なしで、行ってみたいと思います。はい、じゃあまずご挨拶からいきましょうか。はい、いつものご挨拶参りましょう。皆様こんばんは、白組キャプテン酒井正明でございます。500回と言いますとですね、この紅白歌のベストでいろんな歌手が誕生し、 そして出場してくれたわけでございます。はい、どういう方が一番多く出てらっしゃるかと申しますと、はい、白組ではなんと野口五郎君が195回でトップでございます。はい、そしてありがとうございます。赤組は和田アキ子さんが144回でトップ、こういうことになっておりますね。高井さん600回になったらまたすごい変わるでしょうね。そういうことでございますね。はい。さあ、それでは早速、はい、トップバッターを呼びましょうか。はい、赤組は桜田淳子さんです。はい、こちらは郷ひろみ君です。皆さんちょっと聞いてください。ここでね、もう大変懐かしいね、徳光さん。はい、そうなんです。もうね、デビュー当時の VTR でございますから、笑ってひっくり返って死なないようにしてください。いいですか。それじゃあどちらから。はい、淳子さんから。淳子ちゃんの見ましょう。お願いします。やっと綺麗に咲いたのです。誰よりも先にあなたに見せたかったのです。窓辺に置きます。知らない間にそっと置いて帰ってきます。気がついてくれるでしょうか。手に取って、ああ綺麗だと言ってくれるでしょうか。それとも覚えています「あの日のこと」「小雨の中のすれ違いを」「胸が熱く震えたときめきに」「これが恋としなされたあの日を」「あれからずっとあれからずっと」
ワクワク花の香り誘われて街に出ればピンクを投げかける女たち心の中までシスルシスル映画館の看板春風に飛ばされそうポスターのあの女優唇の形悩ましいよ春の夜500回を記念してということでございまして、はい、今日素晴らしいですねゲストの皆さんをお迎えしているんでございますけども ね、はい、それでは一つまずお一人お一人紹介してまいりたいと思いますけれども、昭和44年から2年間にわたりましてキャプテンを務めてくださいました初代赤組キャプテン水前寺清子さん。そしてその後に引き続きまして約1年間キャプテンを務めてくださいました2代目キャプテンは倍賞美智子さん。その後受け継ぎまして約3年間キャプテンを務めてくださいました3代目キャプテンは今陽子さん。そして皆様のご記憶に新しいところでは約4年間キャプテンを務めてくださいましたのが4代目キャプテン岡崎由紀さん。まあ花束それはいただけるんでございますか。はい、どうぞ。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。すいません。どうもありがとうございます。ありがとう。いやどうもありがとうございます。どうもありがとうございます。どうもありがとう。いやちょっとお並びくださいませな。はいはい、お並びくださいませな。1代初代から4代目まで今日ね来てくれたんです。これ写真見てチーター、もうねチーターの背広が横断歩道みたいな背広いい加減にしなさいよ。いやでもね、ええ、いいんですか一言言って。どうぞ。でも500回って一口に言いますけどもね、はいはい、私初代やらせていただいて、はい、500回、はい、これは私ねやはりね町秋のね情熱と努力の賜物だと思います。皆さん町秋にもう一度拍手をどうぞ。 ありがとうございます。どうもすいません、こんなに持ち上げてもらっちゃって。いやいや持ち上げてない。倍賞さんがちょっとこの衣装がねまたえいいじゃないすごい。ちょっと倍賞さんのね靴下がすごい錦絵美みたいな靴下酒井さん失礼ですよそれは。そして、はい、ピンキーも、いや違う、ピンキーも長かったですね。ありがとう。私も3年ちょっとですかね。なんか思い出ありますか。一番の思い出ってどんなこと。
なんといっても坂井正明さんと3年できたことが一番の思い出です。ありがとうね。もうどうしてこんなに申し訳ない。そしてこの前結婚したばかりでございます、ほやほやのゆきちゃんでございますけど、ゆきちゃんは1ヶ月前までやってたわけです。そう、1ヶ月半ぶりですね、この渋谷公開の、それでも懐かしい、懐かしい感じがしますか。すごく嬉しいです。はい、今ね、5代目のね、大場久美子ちゃんになってるわけですけれども、それも一重にですね、この4代目までのね、キャプテンの皆さんが頑張ってくれたからじゃないかと私思うんですよ。本当に皆さん、もう一度素晴らしい拍手を送ってあげてください。どうも皆様、ご苦労様、ありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それではまたお時間あれば応援の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、嬉しいですね。入ってまいりましょう。はい、赤組は高田美智恵さんです。こちらは、はい、清水金太郎君です。いや、お二人はですね、はい、第8回の日本歌謡大賞の新人賞に輝いてるんですね。はい、その時の VTR がございますから、それを見ていただきましょう。感激熱心ですね。美智恵さんからお願いします。さあ、出ますか。さあ、果たして男性でありましょうか、女性でありましょうか。さあ、まだまだちょっと分かんない。なんとなく、女の子のような気がしてきた。なかったでしょう。高田美智恵ちゃん、高田美智恵さん、ありがとうございます。はい、感激のシーンでございます。こういうシーンはいつ見てもいいもんですね。はい、じゃあ気持ちも新たに歌ってもらいましょうか。はい、高田美智恵さん、青春セカンド。こんな私でも2年前はおどおどしながらステージに立ったのを今でも覚えております。この胸の中駆け抜けてゆく思い出たちが優しすぎます。九州のお母さんに見てもらえる番組に出られた嬉しさ、その感激は今でも覚えております。2年前の話、健太郎君。ここでお別れだ、ベイビー。仲良しこよしなどやめた。万歳してくれ、ベイビー。メソメソって送るな。これから出場回数を伸ばしていただく方たちですからね、どん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 記
記録を更新してほしいというような気がしますね。さあそれでは歌の方参りましょうか。はい、金井由紀さんからどうぞ。初出場は去年の7月でした。カメラが見えるのが怖くてずっとうつむいておりました。歌詞を間違えないよう一生懸命歌ったんですが、何が何だかわからないうちに終わっておりました。そう語る金井由紀、今日は紅白両国とも素晴らしくドレスアップしておりますね。あなたが浮かべたハッカタバコの煙が瞳に染みていたいわ。涙が一筋頬伝り飛び散る真空のエナメルの靴。踊りましょうか最後のワルツ、指を絡めてねえ二人きり。踊りましょうか踊りましょうね、髪パサついてるわよ。傷んでからじゃ遅いのに、ドレッサーしてないんでしょ。ドレッサー？ドレッサーはシャンプー前の乾いた髪につけるから、栄養がよく染み込んでパサつきや枝毛、切れ毛を防ぎます。シャンプー前に髪に栄養、ドレッサー。髪が生き生き。週1回はドレッサーね。一日中爽やかな素肌でいたいものですね。ハーネスビューティーソープ。素肌を洗いたてのように清潔に保つ花王ハーネスだから、爽やかさ一日続いてます。花王ハーネス。MTV 紅白歌のベスト10500回記念。さあ、次はキャプテン、続けてまいりましょうか。はい、はい、白組は、ここらで西条秀樹を出しましょうよ。来ましたよ。
ですね、デビューのやはり VTR ございますので、はい、ひっくり返らないようにどうぞ皆さん見ていただきましょう。気を取り直した。気を取り直しました。じゃあ今の秀樹を見てもらいましょう。ぐんと成長しておりますよ。ホップステップジャンプ。7年前にこのステージで上がるだけ上がってキョロキョロしたのを今でもよく覚えております。17歳でした。I'm not afraid to die.
これ素敵ですね。かっこいいね。ねえ、さあ赤組負けてはいられません。赤組はね、デビュー3年目にして、なんと出場回数が82回という、素晴らしいですね。ピンクレディーのお二人なんですけども、八代さんは何回ですか？99回ってか、最初の頃のことなんか覚えてます？最初ね、上がりすぎちゃってね、歌えなかったの。そうですか。じゃあ、ピンクレディーのお二人です。ピンクタイム。この番組の新人コーナーに出ましたのが3年前の秋。もっとちょっと昔のような気もするし、つい昨日のことのようにも思いました。歌を間違えまして、叱られたのもこの初出場の時でした。この番組は私たちの思い出がいっぱい、ピンクレディーのお二人、ピンクタイム。今日で9回目、194回とか5回の人いますからね、そこら辺までぜひ頑張って記録伸ばしてくださいよ。はい、酒井さん、はい、内藤さんはね、うん、日本歌謡大賞で新人賞を取られたんですよ。そうですね、はい、その時の ね、盾を持ってきてください。それ裏側ですね。ですよ、こちらです。ほらで、ね、素晴らしいですね。まどか君は今年のもう新人賞の有力候補でございますからね、はい、そういう対決にイミジ君もなったようでございます。さあ、それでは参りましょう。まどかひろし君です。まどか様、今年の1月に初出場いたしました。しまった噂通りの女、悔しいけれど君は恋のキャリアが捨てられてしまう。夢を美少女のような君の
しそうに抱きしめに来る男の腰シャワーを当たります。クレメインでサンケア。サンケア、それは晴れた日の新しい習慣です。クレメインは紫外線からお肌を守り、シミ・そばかすを防ぎます。その上モイスチャー効果でお肌はしっとり。お肌の若さ大切にね。晴れた日のサンケアクリーム、ニベアから新発売。いやー、500回記念でございます。せいちゃん勝ちたいね、今日は。勝ちたいですね。勝ちたい、こちらも勝ちたいわよね。頑張りましょうね。今日はね、はい、もうあのまたお二人の懐かしい VTR あるんですけども、はい、そうなんです。ひろみちゃんの方はどんな VTR？ 感激の一瞬なんですよ。はい、はい、あの受賞した時の瞬間ですね。はい、そしてせんちゃんのもまたいい VTR があります。放送音楽新人賞、岩崎ひろみ、こちらへどうぞ。いやー、三大会にクシャクシャクシャって泣いてください。そしてせんちゃんは岩手県から出てきたばかりの時の VTR がございますので、はい、ひっくり返って死なないように。別れることは辛いけど仕方がないんだ、君のため別れに腰掛けのワルツを歌おう。冷たい心じゃないんだよ、冷たい心じゃないんだよ。今でも好きだ知るほどに。やった、せんちゃんもこればっかりは栄養失調みたいな顔してましたね。あれ見ると今せんちゃんも総会議員みたいな感じだね。いやそれじゃあ歌の方行ってみようか。はい、わかりました、はい、それじゃあひろみちゃんの方からどうぞ。はい、はい、行きましょう。参りましょう。プリーズどうぞ。4年前この渋谷のステージに立ちました。
ヘアスタイルも少し変わったんですが、気持ちはあんまり変わりません。いつまでも若いですよ、岩崎宏美さん。
したの。競馬もペーパーフォーマードだもう驚きよ。ヤシロさんも丸く垂らしたんですね。ヤシロさん前の毛垂らしたあまり毛の話はよしましょうでもあんまり変わりませんね。ヤシロさんそうですか、はい、ご自分で変わったなと思った方いますか。そう本人たちはあんまり思ってないんですよね。それをお客様が見ると相当変わってるように見えるわけでございます。さあそれでは最終ラウンドお二人に締めくくっていただきましょうね。最終ラウンド福宮ヤシロアキさんです。どうぞ。忘れられないのがこの紅白歌のベスト10、6年前の6月、初めての大きな番組に出た緊張感から、歌の途中で思いっきり息を吸い込んだら、その後の声が出なくなってしまったんです。出たのは、ただ涙だけでした。思い出がたくさんあります、この番組です。八代亜紀さん、ナウト。お酒はぬるめの考え、魚は炙ったイカでいい。女は無口な人がいい。明かりはぼんやり灯りゃいい。しみじみ飲めばしみじみと思い出だけが行き過ぎる。涙がとろりと私は生きてる。
500回記念紅白ダドベス戦全ての戦いが終わりました。今週の栄光は果たして赤白どちらでしょうか。その鍵は今ご覧の全国24局を代表する電話審査員の皆さんです。今週もよろしくどうぞ。皆さんには今週は江崎グリコのプリッツの詰め合わせをお送りいたします。どうぞお受け取りください。さあ栄光は果たしてどちらでしょう。 STB は白、青森白、岩田白、宮城白、ずっと白が続いて赤が1つ、赤2つ、3つ。さあどうでしょう。最終トータルは21対3、白組圧勝。やったー。終盤のやはり酒井キャプテンの大音色吹かのような圧勝でございました。さあそれでは一つ、今日ですね最も活躍が顕著でありました最優秀選手松永さん、誰。はい、今日はですね、はい、記念すべき日ですので皆さんが最優秀選手にしましょう。そういうことになります。皆さんが最優秀選手ということでございます。はい、はい、どうもおめでとうございました皆さん。さあ、それではですね一つ500回記念ということで、まあ、優秀を語る意味で、はい、皆さんとお餅つきをしながらですね紅白のお餅を会場の皆さんに一つお分けさせていただきたいと思います。500回を記念して行われました本日の NTV 紅白歌のベストセットでございますけれども、さあ来週もまた一つ500回記念特別企画といたしまして皆さんに楽しい趣向を楽しませてお届けしてまいりたいと思います。それではこの辺で今日は熱気と興奮、まさにこちら東海道からさようなら。今朝の髪とってもしっとり、新しいシャンプーとリンスを使ったの。新しい花王フェザークリームシャンプーとリンス、髪の潤いを大切にしました。落ち着きもよくまとまりもいいんです。髪しっとりしなやかに、花王フェザークリームシャンプーとリンス新発売。しなやかさが違うんです。ファミリーサイズ新発売。100円でグラスに3杯、嬉しいサイズの 500ml。 ポンポンと消しますラッシー。今なら1ケースに1個ハッピーカップがついてます。この放送は月のマークでおなじみの花王石鹸、森下仁丹、コカ・コーラボトラーズ、江崎グリコ、武田食品の提供でお送りいたしました。